ましたね。話したって言わないですけど、監督がやっぱりいろいろやっぱり勉強を開いてくれて、大体終わった後10人ぐらい、10人弱で行くんですけど、経営室に行くんですけど、大体横のポン、バババンって言って、チェックしていって、すごいですね。させていただきました。それはそれは、ほぼほぼ毎日でした。毎日翌日大丈夫でした。全然、全く逆に言わになんで、引きずらないんですよ。まあ、手軽にやっぱり飲みやすいのはやっぱりグリード講習ってグレースワイナリーさんと仕事をしたりとか、あといろいろありますけどね。泡で言ったらあのアジムのスパークリングは抜群に美味しくて、まあ、僕らの世代はまだね、これから多分ワインを知っていく世代なんで、30代なんで、なんかそういう意味では日本のワインをこれから知っていくっていうのがなんかこう、いい意味で一緒にさせるっていうのがあるので、なんかこの世代はその国産ワインっていうところからスタートするっていうのはある意味ちょっと面白い試みなんじゃないかなと思います。まあ、あの公認であろう公認じゃなかろうが、勝手にどんどん紹介はしていこうかなと、これからは勝手にやっていくのかなと思って、まあ、お勧めしていきたいなと。そうですね、ぜひぜひ。あっちの河合さんの方の作品の方がやっぱり現実を持っている方が書いてました。大変だな、んだな、うん、なるべく僕らも切り取っているんですけど、やっぱりこうちょっと映像以上の大変さが多分あったんだろうなっていうのはすごく感じました、まあ、それだからどこまで伝えられるかなっていうのはちょっと僕らも思ってたんですけど、まあ、あとはなんだやっぱりあの知識がすごいたくさんやっぱりあられる方が多いので、なんかあのなぜこれが大変だったのか、うん、なぜあの日本ではそういうのができなかったのかっていうのをちゃんと理論的にお話しなさってるので、僕らもそれ読んでるから、だから無理なんだよっていうことを言うことに説得力がすごい出た感じがします。僕もだから新潟は、まあ、おじいちゃんおばあちゃんがいるので、まあ、もともと実家が新潟の米なんで、まあ、新潟って言っても米どころで、日本商品ですけど、実は最近ワインもすごく多くて、そうですね。川口とかああいうところにすごい、はい、か川口とか、はい、出てきて、富山にロケ行っても氷見のワインとか、はい、とあのどんどん出てきて、だん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 その選ぶチョイスがワインに変わってきて、僕なんか買う、まあなんか素敵、そうです、なんかあのそういう意味で言うとなんか、うん、僕の中でも意識があそこと言ったらあのワインでしょみたいな、うんうんうん、っていう風なちょっと意識の改革もあるので、なんか面白いですよね、うん、そういう風に変わっていくっていう、そうです、であの特にあの甲州の白とかの部類に関して言うと、本当に料理の邪魔をしない、料理とうまくあの歩んでいく、本当その日本の和の精神みたいなものが、なんかね、ブドウにも出てくるっていうのが、本当に不思議なんですよね、あれ、なんか精神性、日本、あのお国柄っていうか、そのそれの精神性と食べ物と非常にリンクしてくるっていうのが面白いので、まあ、そういう違いをなんか味わいながらやっていくっていうのが非常に面白いと思います。あれは基本的にはブドウと、土壌と入れる酵母が大きく関わってくるので、やっぱり日本のワインとか特に言うとやっぱり発酵食品とかで言うとあの納豆とか、味噌、醤油とかやっぱああいうものがあるので、それにちょっと準じた味わいになってくるんですよね。少し柔らかくてちょっとこう土の香りがすごいするとか、だからそういう違いも今後分かっていただけるとすごい、なんかより一層国産ワインを楽しめるんじゃないかなと思って、ぜひあの目で味わった後は舌で味わって、いいですね、はい、まあ本当にあのワインの文化っていうのは本当に今始まったばっかりだと思うので、そんなになんかすごい古い歴史から察するわけじゃないので、まあ、この映画を見ていただいた方っていうのはその日本ワインの歴史の第1、第2項目ぐらいを同時に謝れる方だと思うんですよ。ぜひ見ていただいて、まあ、本当に僕は映画を見てからあのお子様に知っていただいて、あのなんていうのかな、日本食卓にワインがあるっていう一つの文化みたいなものを形成していきたいので、ぜひそれの第一人者に皆さんがなっていただけたらなと思いますね。映画トゥスケボーイズ、10月20日公開です。ぜひ映画館の方にいらしてください。そして美味しいワインも飲んでください。